はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムシャアディスクの続きをプレイしていきたいと思います。ムーンアタック。私とカツ君はヒッコリーからシャトルで空へ上がった。カミーユは間に合わなかったが必ず戻ってくる。アムロレイもカミーユに触発され、かつての勘を取り戻しつつあるようだ。アムロは私にカミーユを必ず空へ返すことを約束した。だから私もグラナダでゼータガンダムを用意するのだ。チタンズは連邦議会の時期に合わせ、フォン・ブラウンを制圧する作戦に出る。次の作戦では、ラーディッシュから出撃することになりそうだ。さあ出撃ですね。百式で出ます。クワトロ大尉が、まあ、ナレーションというかね、作戦の回顧録みたいなのを、語るシーンが見れましたよね。キューブライフで出撃です。敵艦隊をキャッチした。キャプテン、まっすぐ敵艦と接触したい。了解。後続はすぐに出す。帰ってこいよ。大尉にはこの作戦の後、連邦議会でブレックス巡視護衛の任務ある。そのつもりだ。巡視と仕事がしたいから。そういうことだ。百式出るぞ。さあ相手は、誰の何でしょう。まずはハイザックですかね。まあ、前回かな、戦ったマラサイはちょっと苦手だったんですけども、まあ、その苦手な理由がですね、マラサイの使ってくる、ビームマシンガンなんですかね、細かい弾幕を張ってくるような攻撃に結構、捉えられてしまうというところがあったんですけども、ハイザックも、どうだろう。なかなか弾幕が細かそうっていうのと、今みたいな突進系の、格闘ですね。ヒートトマホークみたいなのを作るとちょっと厄介ですね。今度はこのサラミス海かな。戦艦を攻撃してるところですね。ちょっと弾切れになってるんで。ここは生還しましょう。で、撃沈します。で次は、ね、またハイザックがあるし、前段食らうっていうのだけは絶対に避けなきゃいけないですね。あと格闘をもらうっていうのも避けなきゃいけない。ちょっとどれくらいね、この後このハイザックと、さらにサラミス連戦が続くのかわからないんで、ダメージバーあまりちょっといけないように気をつけたいんですが、格闘を食らってしまった。この百式はですね、いわゆるシールドがないので、今みたいな形で格闘で接近されて突進を受けると、ちょっとダメージもらっちゃいますね。なので、やっぱりここはもうひたすらに射撃戦に持ち込むのがいいかなと思いました。さあ連戦ですね。さあ百式が何かと接触。ガブスレーだ。時代は変わったんだ。オールドタイプは失せろ。
ジェリド。ジェリドにクワトロがオールドタイプ弱りされるのか。さあ、ジェリドのガブスレですね。ジェルドのガブスレももう相当機動力はあると思うので、接近されて格闘を食らうなんていうのは避けたいですよね。ただ、射撃戦だったら、マラサイとかハイザックみたいな、ビームライフル、ビームマシンガンかな。ビームマシンガンみたいな、弾幕割られるっていうことはあんまりないかなと思うんで、個人的にはこっちの方が戦いやすいかなと思いますね。一発一発はですね、まあ今食らってしまったみたいに、もらうと大きいと思うんですけど、弾幕を張られるっていうような要素があまりないかなと思って、まあ、しっかり回避運動をしつつ、きっちりね、ロックオンしたら打っていくっていうので、まあ、ある程度、安心して戦えるかなっていうのはありますね。さあ、接近無駄にしてしまったら、ジグザグしながら回避するパターンでしっかり回避していきましょう。問題はね、このライフル打った後どうしても機体が流れてしまうので、その相打ちで、ね、食らってしまうっていうところが出てくると思うので、そこだけね気をつける必要があるかなと思います。ジェリド、バウガー、なぜ邪魔した？あなたはおとりに使われただけなのよ。シロコがドゴスギアで降りるところを見たでしょ。それが作戦だ。ちょっとマウワーの声がアニメとちょっと違う気がする。我々はフォン・ブラウン氏に着陸した。そちらが攻撃をやめ停戦を受け入れない場合はこの都市を全面破壊する。繰り返す。いつぞやの男か。作戦は失敗に終わったが、後のことは任せろ。タイは地球へ降り、連邦議会へ行ってくれ。順将も待って。ただいまの決議は明日まで持ち越し、本日はこれをもって閉会いたします。地球でのほほんとしている連中は空で何が起こっても全く他人事だ。はい、地球連邦軍の指揮権をティターンズに渡す方に傾いているなどと信じられませんでした。ジャミトフは地球上の政治家は地球に住むべきだと抜かしたんだ。このアフリカ大陸の半分が砂漠化した現実を見てもそれでいいというのだよ。政治家たち全てを空に運ぶ方法はないのでしょうか。宇宙余韻が怖いのだとさ。明日、無駄は承知で政治家たちの宇宙移民を提案するか。緊急動議で。ああ、それも良いかと。順将、クワトロ大か。順将、ティターンズにしてやられたよ。しっかりしてください。君には世の中を動かす人になってもらいたい。順将、君がエウーゴの指揮を取れ。シャア・アズナブル。ブレックス順将。これで地球連邦軍はティターンズの管轄下に入り、聖戦は我らのものという。しかしそうかな。今日の都合で魂を売った人々の決定などは明日にも崩れるものさ。月面都市グラナダのウォン・リーのもとへブレックス准将死亡の知らせが届いた。それはグラナダ上空をティターンズの作戦に使われたコロニーが通過している時のことであった。
はい。というわけで、一気にブレックス准将が暗殺されるところまで、ストーリーが進みましたね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。